日本新潟県長岡市東川口東川口は新潟県長岡市の地名。郵便番号は949-7504。以前は北魚沼郡川口町大技川口3月31日。以前、北魚沼郡川口村以前、越後国魚沼郡川口村などと呼ばれていた。東川口は長岡市川口地区旧、 北ウオーマ川口町中央部の大技川口に相当する。1889年の町村政志向に伴い、成立した川口村の内級、川口村にあたり、公共施設の集中する中心市街地である。北西出牛消島、北でわずかに、武道久保、久は南で中山に隣接している。また、ウオノ川左岸の西川口とは川を隔てている。 西側を流れる魚の,の川右岸のし段球にあたり、川口町時代から左岸の西川口に対し東川口と呼ばれることもあった。2010年3月31日、川口町の長岡市への合併の際、行政地名も東川口と改称した。東川口市街と魚の川と品の川の合流点。この地は和名省の魚沼郡夏上里にあたり、 当地内の河合神社は478年頃、有略天皇治世の創建と言われている。この河合神社には、前9年の役の際に、源義家が、バグの一種である煽りを奉納したと伝えられている。中世に入り、この近辺は、矢部神の内と呼ばれ、下川号19判明の一部として、日泰地族の田中氏の支配下にあった。戦国期に入ると、 統治近辺は、川口村と呼ばれるようになった。1542年に起きた天文の乱において、統治を治めると中太郎左衛門長吉が、越後国守護、上杉定真の側につき、守護大、長尾溜影と対立したが、溜影没後は、自己の自立化の承認と引き換えに後を継いだ、守護大、長尾春慶に起伏した。江戸時代に入ると、川口村はもっぱら。 川口村と表記されるようになり、高田藩に属した。1647年、川口村の中林昭之助が中にいた六1694年には、中林田左衛門が中林神殿を開いた。また1649年、妙県川口河南津の渡し堀の内に至る、佐渡金山からの輸送路として使用されたスケ州三祖寺の一つである三国街道の神道が開作され、 当地に本人が置かれた。川口塾のある三国街道は、中越、下越各藩の三近郊大路として利用されたほか、佐渡奉行の通行や、鉱山水急妊婦のメカゴ送りなどの際は、関東へ最短距離の王冠路として利用された。また、上田郷やつまり里への物資輸送起点としても、発達した。川口塾は、本人の置かれた。 中輪下を中心とする三十県境の一本町であったが、脇本陣は寺院が勤めた他問屋や馬刺しがそれぞれ一軒あるのみで、旗子は一軒もなかったが、山勤交代やメカゴ送りなどの紅葉には多くの労力が必要であったため、近隣からの助ケが大規模に徴用された。これに伴い、川口村では宿約160国が国高から免除されている。 江戸初期を通じて、川口の産業的基盤が急速に整備され始めた。1685年に描かれた川口組大江図によれば、1643年に、魚沼郡を8分割した川口組は、新道島から比叡西村に至る広い地域を範囲としていたが、川口本人を持つ川口村は、組の中心的な役割を果たし、中林家が川口組大も入りの任についた。 組内スケゴーが敷かれた、川口本人は、組内スケゴー人場の触れ出県を持ち、その範囲は、川口組のみならずおじや組にも及んだ。水分においては、六日町から川口に至る、上田船道が整備され、船方仲間が形成されていた。貸しに当たる川道が六日町、浦佐、小出島、堀の内、川口に置かれ、下りにとして起漁、ボイ、木炭、アオソ、ロ 山菜、農産物などが、上りにに、塩、海産物、紙、タバコ、茶、陶器、酒などの日用品が運ばれていた。このほか、船方仲間は1698年には、船会所取り決めにより、魚沼郡の倉前川下げに当たったほか、安永年間には、土地用の倉前川下げも受け負っていた。江戸初期に、高田藩に属していた川口村は、 1681年の越後騒動の結果、高田藩が改役されると、江戸幕府の直轄領である天領となった。1743年、川口村は幕府と糸井川藩の愛 q となり、それぞれ五領川口、四領川口と呼ばれるようになった。このうち、四領川口は1834年に天領に、福祉と同時に分尊、独立し、 1861年には、西川口村と称した。村の国高は、商法国営図において101国余り、天南豪町において547国余り、玄禄豪町において927国余り、西川口村分村後の天保豪町において772国余りであった。1878年に施行された、軍区町村編成法において、 川口村の村境に変更はなかったが、1889年の町村政志向に伴いそれまでの川口村と西川口村、川口原神殿、山崎神殿を合わせて新しい川口村が設立されたことに伴い、それまでの川口村は新しい川口村の大技となり、北ウオー群川口村大技川口となった。 この前年の1888年の個数は152、人口946を数えた。1895年になると国道8号が開通。1907年には国道17号が魚の川沿いに開通した。1920年8月5日には上越北線が当地まで開通し、越後川口駅が設置された。1927年には10日。 朝鮮の越後川口越後岩沢間開通に伴い、越後川口駅は文京駅となり、中浦沼方面との輸送の中継点となった。1五十七年、川口村の調整施行に伴い、川口村大技川口は、川口町大技川口となった。二0 1年三月三十一日の川口町の長岡市への合併に伴い川口町大技、川口は、 長岡市東川口と解消された。付近で品野川と支流魚野川との合流点があり、この魚野川の河口にあたることによる。東の干渉は魚野川湾東側に位置することによる。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。